佐藤ベートーベンです。今回はポケモンユナイトをマインクラフトで再現してみたをやっていきたいと思います。最終的にこのポケモンユナイトの舞台となっているエオス島を作って、そのスタジアムで実際にポケモンユナイトっぽいことができたらいいなと思っておりますので、最後までご視聴よろしくお願いします。さあ行くぞ。はい、こんな感じになります。どうでしょう、ちょっとなんかホログラム感が出ますよね。でちょっと実際に降り立ってみてもこういう感じで、あの動き回る様子がうまく再現できるかなと思いますので、こんな感じで、マップをどんどん建築していきたいと思います。それではここからはどんどんいきたいと思います。はい、というわけで1日目の終了の様子です。ちょっとマップは全体的にできたかなっていう感じなんですけど、いろいろこれから、つけたりして完成に向かっていきたいと思います。制作2日目の様子です。だいぶいろんなものがしっかり形作られてきたかなという感じです。ちなみにこのように観客席やスタート地点の建物も作ってみました。これでだいぶ雰囲気もできるし、より 3D 感も出るかなと思いますので、引き続き周りの建物とかいろんなものを作っていきたいと思います。はい、これが3日目の終了図です。今日は主に後ろ側の背景部分を、作っておりました。おそらく明日明後日ぐらいには完成するんじゃないかと思います。頑張ります。というわけでこちらついに完成いたしました。というわけでせっかくなんで、いろんな場所見てもらいたいなと思いますんで、それではこちらをどうぞ。
ルール変更を加えて、要は相手側の一番奥の黒曜石を壊したら勝ち。でもそれを壊すためには手前の2個のやつを壊さないといけない。上か下どっちでもいいし。 OK、 はい OK、 はい、じゃあいきます。よーい、スタート。チャロカス何してんの？チャロカシ？チャロカシ？こっちか。チャロカシ？チャロカシオレンジチームだよね。ね、何してんの？今味方の壊そうとしてない？よしよし、増えると2個壊せそう。やっぱ反逆罪で殺される。あれあれあれやばいし、トロールじゃない。え、なんで。あもうちょっとだったのに。くそ、逃げろ。いいな。いけるか。これさ、死んだら何秒待機とかじゃないとあれだね。目の前で。そう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 。いて、いて。状況がつかない。そうだよね。だってポケモンユナイトの時は上から見れるけどさ、そのこの場合さ、完全に自分視点からしか見えないもんね。そうなんですよね。やばい、やばい、やばい。これさ、これじゃあ死んだら10秒待とうぜ。やばい。壊れちゃいましたよ、黒曜石。え？え？木の前の。え？え？え？壊れた？全部。え？紫の道中に黒曜石なかったんですけど。え？壊れた？みたいです、ね。負けた？もしかして負けた？俺たち。いや、意外と面白かった。いや、楽しかった楽しかった。とりあえず、まあ今このマップはとりあえずこれで置いて。で、おそらくコマンドとかいろいろやってくれるから、もっとユナイトに近づいた形でも楽しめるようになると思いますんで、またそれを待ちつつって感じで、はい、行きたいと思います。今回はこの辺で、また次回お楽しみに。高評価、チャンネル登録もお忘れなく。ではでは、バイバーイ。